しとみかん月とは、江戸時代中後期の大阪で活動した浮世絵師。月岡設定の門人。しとみ、関牛の父。姓は柳原、名は徳本。俗称は源次郎、または源次郎、のに略して源次と称した。字は、高恩。かん月、陽洋日とし、聖画堂とゴー大阪で、版元のちぐさ屋を営みながら、絵本を描いた。月岡設定に絵を学び。 主に名和から安永にかけて大阪で活躍し、一家を成した。安永以降は和漢の画法を研算し、摂州に死宿、安永中期には絵師専業になり、生を瞳に改め、漢月と合した。天明2年10月には忍那寺より北京位を与えられている。さらに漢月は天明8年に朝廷から北京位を取り直している。これは、 天明の退化後の御所再建に伴う、障壁画制作への参加を有利にするためだと推測されるが、総意を取り直すという行為は、任那寺との関係をこじらせ、関月は、結局御社の障壁画制作には加われなかった。こういう関係では、海徳堂関係者が特筆される。天明3年から完成4年まで海徳堂が、 火事に会うまで、道内の三宅春郎旧宅に借屋住まいして、ここで学び、私文書道にも堪能であった。そのため、しばしば関月の絵には、中井筑山や中井利県の山を伴い、特に竹山の山が多い。海徳道との関係は関月がなくなるまで続いた。また、木村県足道や福原五竹とも交流している。明和五年観光の絵本武者録。 名和八年観光の絵本山都市京、完成九年観光の伊勢三宮名所図絵及び、関月没後の完成十一年観光の日本三回名三図絵などの差し絵を描いたことで知られる。また、肉筆美人画や山水が人物画においても優れた作品を描き、画像要略では柴田義等の発言として山水人物に大屋の風が見えると記している。 ただ、道書では、岸大が、関月も、地の設定と同様に、仮の葉の息を脱し、それと異なる画風を得たと述べたとしているが、後日の久本寺の障壁画は仮の葉的、作風である。去年五十一、墓所は、大阪市淀川区の聖通院である。門人に、龍光最女系、下見関牛、岡田玉山、中屋以降、庭桃刑、安田三月らがいる。 ありがとうございます。